玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字漢字部10月号よりですね、楷書検定課題、こちらをですね書きながら説明をいたします。今回の課題はこちらですね。聖吟すれば小生和す。はい、こちらを学んでいきます。今回の課題はですね、点画の接し方、交わり方にですね、注意して書いていきます。銀のですね、この4画目の5画目のね、この交わるところ、4画目の下ですね、頭ちょっと出して、ちょっと下にずらしてから5画目を書いていくという書き方になりますね。そして、乃木辺、木辺は横画の右側に接していきます。横画の右側です。よって、左側が長く、右側が短い。左側長く、右側が短いといったですね、そんな接する部分となりますので、こちらもですね、横画の右側に接するようにですね、書いていってください。はい、それとですね、画感に注意していきます。青、ここですね、そして声、広さに注意して、狭くね、まとめていくようになります。また銀の口辺は上部にねまとめていきます。和の一画目の左払いは横方向ね、横方向に払っていきましょう。はい、そしてですね、左払いがねありますね。左払いは出力を保って払っていきましょう。特にね、声の場合ですね、ちょっとね、この辺で太くなってるんですよね。そういった出力の保ち方をですね、表現できるといいと思います。そしてその声は右上がりの方向、横画の右上がりの方向に注意して、すべて同じね、方向に行きますので、そういったところも注意するようにしてください。はい、そしてここのね、松のこの位置ですね、最終画はこの点接の部分よりもちょっと上で止めるようなね、そういった書き方で、ここの点の書き方、最終画は斜めに押さえ、ちょっと下のね方向に行くようにして筆を運んでいきます。そしてですね、今回のこの課題はですね、先月の9月号よりですね、全体的に太めとなっておりますので、そういったところにですね、注意して、それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、三髄。三髄は狭くまとめていきます。1、2、3。1、2、3。手払い上げていきます。そして、ここ。右上がり、縦角、対角間注意して、ちょっとね節をつけるような、そんなね鉛筆かな、月、止めてから小さく跳ねます。ここ画感注意して、はい、清いですね。次は銀ですね。口は上部にまとめていきます。縦角の横に出て、手左払い、出力を保って払います。右払い次第に太くしていきます。接すね、交わる部分を気をつけて、で右に払っていきます。左払いよりもね、上で止めるようにしてください。そして右上がり、銀ですね。次は左払い横方向に。収筆の位置気をつけて、1画目の始筆のところ、はい、縦画は横画の右側に接していきます。はい、左払い強く保って払い、ここも収筆の位置、1画目、2画目の収筆、始筆のところで止めますね。そして口、はい、口側に点節、斜めに押さえ直して口側に、はい、縦画の横に出します。はい、待つ。はい、1画目右上がり。はい、2画目は横画の右側に接していきます。はい、左払い、一応ボタンを持って払って。この収筆の位置気をつけて、はい、左払い、ここの間に入ってきます、はい、ここ右払いです。下に太くして、高さ大体左払いと一緒のところ、はい、そしてこの書き始めはこの紙筆の下から点接押さえ直して、それを見つけるような感じ。はい、最終画は大きくですね書きますね。はい、斜めにこう押さえてちょっと下に行くような感じで書いていきましょう。はい、声、右上がりの方向に注意していきます。はい、2画目。長くしない。次の3画目は1画目よりも細いですから。真実の位置気をつけて、感覚に気をつけて。はい、右上がりの。このね、点接の位置気をつけてください。内側に寄せて、そして横角、縦角の横に出て、最後持って払っていきます。はい、このようにして書いていきましょう。